どうも、今野龍太です。違うか、吉田サラダです。ウィラムスワローズということで、5月21日、ヤクルトスワローズ対横浜 DeNA ベイスターズ、9対2で勝利しました。スワローズ嬉しい。これで、首位に返り咲きました。まあね、9対2って聞いたらね、ボロ勝ちなんですけども、まあ試合自体はね、そんな感じではなく、ハラハラ緊張感のある試合ですごく楽しめました。やっぱりね、若手が活躍してくれるっていうのがね、嬉しいですよね。もう今日勝つっていう嬉しさもあるんですけども、若手がね、育ってきてるっていうのを実感させてくれるヤクルトスワローズ最高ですね。内山選手、長岡選手大活躍、ほんと嬉しいです。原尻投手もナイスピッチングです。そしてね、今日の僕はキーマンは今野投手だと思うんですよね。あの8回の表に2アウト満塁で点取れなかったじゃないですか。相手ピッチャーがもうすごくね、荒れてしまって、ランナー溜めての2アウト満塁で、そこで点が取れなかった、ちょっと嫌な流れだなと思ったら、案の定ね、今野投手もはじめなかなかコントロールうまくいかなくて、でもですね、その回に修正してちゃんとあそこでゼロに抑えてくれたっていうのが素晴らしいと思います。もう流れね、向こう行きそうな感じだったんですけども、踏ん張った今野投手、本当にありがとうございます。やっぱりその踏ん張りがあったからこそ、9回表のね、あのビッグイニングができたんじゃないでしょうか。僕は今日の MVP は今野投手やと思っております。今野投手ありがとうございます。いやー、素晴らしい試合でしたね。村上選手のホームランも見れたし、山崎選手ね、やっぱり違うな。うん、今年の山崎選手は絶対違う。そして塩見選手も元気が戻った。もうね、ヤクルトスワローズ、ね、調子の悪い選手はいますよ。いますけども、それをカバーできるぐらいの選手層、熱くなってきてますから、全然これから大丈夫だと思います。そしてね、川端選手がスタメン。もう、めちゃくちゃ嬉しい。川端選手にもヒット出たし、いやー、これはヤクルトスワローズ交流戦も楽しみですね。 DH 今からどうなんやろうって、めちゃくちゃ楽しみが増えております。明日も絶対勝ちましょう。本日は以上です。ゴーゴースワローズ、この投手ナイスピッチング。